はい、こんにちは。こんにちは。どういう始まり方？今日は第1回めちゃめちゃゆらちゃん一人運動会やります。どういうこと？どういうこと？ゆらちゃん運動会やります。どういうことな？ゆらちゃんを一人で3種目運動会、うん、綱引き、綱引きで、バットぐるぐる、あとで最後は PK、 ほう、3種目お一人で、これを一人でできないんで、うん、対戦相手をゆうぽん、あ、私、お父さん、ゆうとくんにやってもらう。なんかゆらちゃんはもう誕生日近いんで、あ、そうなの。ゆらちゃんが勝ってったら、ゆらちゃんに好きなものを一人ずつ買ってあげましょう。誕生日プレゼント。えぐい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 、頑張れるわ。えぐいえぐいえぐい。じゃあまずはどうしようか、配置、敵を。綱引きをゆうぽんとゆらちゃん対決、うん、で、バットぐるぐる対決をゆうとくんいるんで、あ、ゆうとね。で、PK はサッカーうまいって言ってる向こうさん、まあ、さっきリフティング見たらうまかったよ。うまかった。で、PK 向こうさんとゆらちゃんで、うん、3本ずつで、私審判やりますんで。おー、じゃあゆらちゃん頑張ります。運動会どうですか？もうシーズンじゃないですか？もう来月です。来月運動会。6月の7日が開催。東京は早いんだね。見に行こうか。多分怒られるよ、多分。入ったら怒られるよ、多分。お弁当食べて。あ、お弁当。一緒に。誰のお弁当って。一緒に。え、ゆらちゃんのお子さんの。危ない危ない危ない。みんなから勝ちに行きまーす。軽いな。軽いんだよな。始めます。めちゃめちゃ運動会、よろしくお願いします。お願いします。始まり方軽ー。はい、スペシャルサポーターゆうとくん、応援お願いします。はい、応援団長です。こうやってぐるぐる巻きにしてる意図は何ですか？これは、はい、全て束縛、束縛してるお前。え、違います。やばい、ゆうとは束縛してます。違います。やばいな、これ お相撲さんみたいになってる。え、なんか夏場所です。服部部屋、服部部屋なんで、対するこいつは、はい、えぐい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 、ちゃんと画面作った。そうですが裏方、裏方、裏方で、えぐい、えぐい、えぐい、よーい、スタート。えぐい、えぐい、えぐい、いけ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 。これ、村さん、どこまで行ったら勝ちですか？えぐい。いや、お前弱っ。そうでしょ。え、なんなん、やっぱヒロちゃん、あれ、あの足腰が強いから、やっぱ野球で鍛えただけはある、はい、こいつはあの演劇部やからさ。お前演劇部やから。じゃあまずヒロちゃんに、100ポイント、100ポイント、100ポイント、はい、お願いします。じゃあ次はぐるぐるバット、ぐるぐるバット、していきますか。ぐるぐるバットはどういう勝負ですか？おでこにつけてもらって、おでこにつけてもらって、ね、10回回ってもらって、はい、先にあっちにタッチした方が。なるほどなるほどなるほど。これじゃあ不正なしで、審判ちゃんとお願いします。で、一応やっぱハンデ入れた方がいいですよ。男なんで、これぐるぐる巻いた状態で。ちょっとこれ縛って、一回ここ挟んで、あ、そうそう、これこれちょっと待って、お前バンナル、バンナル、ちょっとバンナル、それを村田さんがキープしとけばいいんじゃないですか？痛い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 、一回回るからやってみて、これでこの状態で、せーの、はい、はい、もっと早く回れって。すまん、さすがにこれは無理だ。これは無理です。やめときましょう。じゃあお前さ、バット3本でいけよ、3本で。あと2本渡してあげて。で、このバットを地面から浮かしたらダメやから。これ、ちょっとレフェリーお願いします。はい、じゃあ、1について。よい、スタート。数で。はい、ゴー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 、はいはいはい。やだ、やだ、やだ、やだ。やば、2人やば、なんだお前。キピキピキャパキャパ、ルビルビラバラバ、マヒコミルビルビ、ブー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 。確信犯、確信犯ですよ。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、ゲラハク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 、ありがとうございます。触りたくて、触りたくて、やばいやばいやばい。なんか今2連勝できてるらしいんですけど、僕向こうの代表としてそんな甘くないんで、まあ、PK 対決死ぬほどやってきました。野球やってなかったらサッカー選手になったって言われてたので、絶対に負けません。本当に本気で挑むんで。よし、じゃあラストだ。ラストなんで、はい、なんか情けない、雑魚キャラ、うるさいな。本当に雑魚っすよ。うるさいな、うるさいな。ここで俺が負けちゃったら、ゆらちゃんの、ね、成長を妨げるんで、はい、これでちょっと倒したいと思います。3本で、多く入れた方の勝ち。で、審判は公平、はい、キーパーやるんで、はい、お願いします。ガチキーパー取りますんで、はい、じゃあラストお願いします。
じゃんけんぽん。先行で。おっしゃ。当たったりする？当たったりしますか？博多のあのロベルトカルロスで。古いな、ちょっと古いな。クリスタルブラウンですか。いや、急に最近。急に最近。あーできてないよ。超うまかった。フェイント、フェイントかけたね、今、うまく。体はこっちみたいな。そうね。はい、プレッシャー。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 それ味方チームがやるのよ、味方チームが。あー外したー。さあプレッシャーかかってきたよ、プレッシャー。ここで決めるのはもうリーチね。リーチね。これで俺が決めたらもうゆなちゃんもう次決めないと終わりだから。そうね、負けになっちゃうから。プレッシャー。プレッシャー。ペースペース。ピースしてる場合じゃないよ、ゆなちゃん。じじじじじ、カメラカメラ。そう、何今の、何今の雑魚シュート。雑魚シュート何？右で打とうと思ったけど左で打つっていう。できないことやるんじゃないよ。ちょ入れちゃ入れちゃ、ここ危ないから、ちょっと前ずらすか。ちょっと前ずらす。ちょっとバレないように、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 バレないように。それ伏線やめろよ、マジで。先生に戻ったぞ。ここはいけいけいけ。いやいやいや。キーパーえぐい。キーパーがえぐい。いや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 。それ違う。それ野球。それ野球。ここで俺が決めたな。勝ちね。でもあのやっぱキーパーもちゃんと公平なんで。確かに。ガチで今言ってたんで。俺もう見逃したらもうこの今日もうこの動画落ちるでしょ。確かに。お蔵入りですよこんな。皆さんにあの勝たせると思ってますよ。そんな甘くないから。なるほど。あのゆなちゃんにこれで勝たして、うわーみたいな、そんなお情けいらないんで。よし、行くぞ。キーパーえぐい。キーパーえぐいです。キーパーえぐいです。どうですか。これでゆなちゃんが決めたらまだまだまだ。決めなかったら終わりなんで。いや、あの遊んでる場合じゃないからね。これそれこれ食べます。行きます。正面打っちゃった。当たり前じゃないですか。これはこいつら甘いですよ。甘い。ほんと2人だけプレゼント買ってあげて。えぐいえぐいえぐい。トータル的にはもう今日ゆるちゃん勝ちなんで。はい、お疲れ様です。もう次回あれっすね。なんかこれ全員でやるんです。確かにみんなでやるんです。向こうの運動会やりたいんで。じゃあゆるちゃんどうもよろしくお願いします。向こうさんにはどうもよろしくお願いします。サッカー練習してきます。はい、お願いします。次のテスト期間はサッカーを行って。おお、野球して負けを生み出そう。ありがとうございます。ナイスシュート。よかった。俺本当は2本目決めたかったよ。ああ、左で。シュートってないから、トリッキーな。なるほど。これがサッカー部入ってればプロになる。ああ、そういうことね。